タリア虎の CD ダウンだよ。今回はドイツさんのお話です。俺の出番だ。それではドラマ CD を始めさせていただきます。ヘタリアドラマ CD ダンアクト1。俺様偉人伝だ。これがドイツさんのところの居酒屋バールというものですか。にぎわっていますね。さてイタリア君はいますでしょうか。はあ、日本国だよ。ここ。あ、ご無沙汰しております。イタリア君、日本に会えて俺嬉しいよ。私もです。日本、座って座って。あ、では失礼いたします。それにしても本日はどうしたのですか。ドイツさんに内緒でドイツさんのところのバールで待ち合わせとは。実はね、今日ドイツがここに来るんだよ。では合流されるのですね。うんうん、ドイツは他の人と来るんだ。それを俺と日本でこっそり眺めようと思って。覗き見ですか。あまり趣味が良いとは思えませんが気にはなりますね。ドイツが会う人ってね。あ、来た。ああ、あの方ですか。ねえ、見たいでしょ。これは少し拝見させていただきましょう。じゃあ2人を見守る俺たちはビールで乾杯しよう。ではここはドイツ風にプロージット。ドイツは今でこそ一つのお家にいますが、もともとはたくさんの兄弟親戚が神聖ローマ帝国としてまとまっているような、まとまっていないような、ぶっちゃけまとまっていない感じでした。しかしこれじゃこの先きついわと思ったドイツのたくさんのお兄さんたちが集まってできたのが今のドイツです。そしてその中で一番兄貴ぶっているのがドヤープロイセンさんです。一時期かなり地味になっちまってて、ドイツの奴らの中でも目立たなくなっていた俺だったが、フレーフレー、ふんふん、この応援をしているのがホーエンゾレル、君主の家系として歴史に名を残すホーエンゾレルン家のことだ。フレーフレー、ふんふん、フレーフレーと、ホーエンゾレルン的な力ですごいパワーを手に入れた俺。その力で大国の名前にあぐらをかいていた奴らを俺は次々と蹴散らした。はい、うわわドライ、うわドライ、うわ、それからドイツのちゃんとしたグループって必要じゃねえのと偉大な考えのもと、とりあえずオーストリアを追い出してギュギュギュッとドイツだけでまとめてみたわけだ。こうしてベスト、お前が生まれた。そう、俺はすごい。好きなだけ崇拝しろ。兄さん、いいから洗濯物を畳んでくれないか。ああ、いいぜ。ドイツは勤勉で真面目すぎて融通が効かない堅物ですが、一方プロイセンは新しいもの好きで時々ちょっとフリーダムすぎるお兄ちゃんです。
こうしてみると俺たちって全然似てないよな。まあ確かに似てないな、うん、兄弟なのになんで似てねえんだろうな。兄さんが二人いたら騒がしそうだが、あんなことを言っていますが、お二人とも飲むペースが一緒ですね。ブス。おい、最近はどんな具合だ、ベッサ。まあ、問題なく。てってってって、ドイツ、ドイツ。イタリアか。俺、ちょっとギリシャまで行ってくるね。え？準備とかしてないけど、なんとかなるよね。チャオ、てっ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 て。お、待て！おい、イタリア！待て！なんとかなるわけがないだろうが！問題なく、なくはない、かもしれない。だったら、俺がまたいろいろと教えてやろうか？そういえば、昔兄さんから戦場についていろいろ教えられたな。いいか、ベスト。戦場で怖いのは直接的な力だけじゃねえ。そうか。これは俺の実体験の話だ。そう、あれはナポコーがもじょもじょしてやがった時だ。いやー、弱虫小鳥ちゃん、ビビって戦えないんだな。ニョキ。弱虫小鳥とはなんだ。弱虫のところを出やせろ。とまあこんなことがあった。それは兄さんが考えなしなだけだろう。聞こえねえ。だから兄さんが考えなし。今の俺の心には届かない。届かない、届かない。まあ兄さんにはいろいろ感謝してる。おい、言えば洗濯物もしっかり畳んでくれるしな。おい、ちなみにドイツとプロイセンの畳んだ洗濯物はどちらもピシッと几帳面に畳まれていました。似ていないようでよく似ている二人、そんなドイツさんのお話でした。